いい50の入りを見せました千葉。この後さらに力が落ちてこなければ大きな期待が持てますが、最初の100、59秒、1分切りました。59秒77、日本記録の時よりはやや遅いんですけれども、若干、ね、はい、まだまだ素晴らしい記録です。徐々に差が広がってきました。先頭は千葉鈴、4コース遅れて向こう側日大三島高校の5コースの深尾が追う展開になっていますが、体2つぐらいの大きな差が広がってきております。3位争いは混戦となってきています。千葉鈴がこれから150のターンに向かいます。あと5メーターで150です。泳ぎはどうでしょうかね。少しやはりちょっとピッチが上がりませんね。どのぐらいになりましたか。ラップがちょっと落ちました。1分32秒2ぐらいです。そうですか、はい、ちょっとラップが32秒台になってしまいましたので、2秒少々遅れてしまいました、はい、遅れてしまいました。やや重い動きに変わってきた感じ千葉鈴、はい、ちょっとピッチが上がりませんね。最後上げていければですね、残り20メーター、はい、千葉鈴の優勝はまず間違いはないところですが、記録への、まあ、挑戦という意味ではやや物足りない結果になりそうな感じ。ちょっと危ないですね。危ないですかね、どうなりましょう。4秒台を出さなければ、さあどうでしょう。4秒81、どうやら逃げ切りの優勝ですね。優勝いたしました。逃げ切りの優勝です、はい、今枝恵子が4秒86を出していました。それを上回る4秒81最後の泳ぎです。はい、本来の泳ぎですとここらでもっとピッチが上がるんですけども、重かったですね。最後非常に重い泳ぎだったと思います。危なかったですね、はい、私まあ、優勝間違いないだろうとお伝えしたんですが、はい、記録は平凡でしたが全国高校総体で優勝を飾りました。今枝さんの記録は2分4秒86でしたから100分の5秒差でした。そうでしたね、ほんのわずかの差で勝ちました千葉鈴です。小川がどういう泳ぎを見せるか注目をしてみたいと思います。その名では8位入賞を果たしました。4コースは小川、赤い帽子の小川、浮かび上がります。浮かび上がったところでトップに立ちました小川。しかし向こう側の6コースの秋山も非常に健闘しています。徐々に力強いストロークです。小川ぐいぐいと25メーターを通過。小川が出ました。ピンクのスイミングキャップ、小川選手が現在トップです。小川自身が日本記録を持っています。はい、31秒切ってほしいと、前半の入りを31秒切ってほしいとお話していました。31秒切れるかどうか、果たしてどうでしょうか。31秒3で入りました。切ることはできません。したがって小川のベスト記録には及びません。しかし小川トップチ優勝タイム優勝しました。3秒21です。大会新記録が生まれましたが、高校記録には及びませんでした小川。自分自身の持ちます高校記録、日本記録には及びませんでしたが、大会新記録が誕生しました。小川陽子が優勝。2分18秒97と自己ベストに迫る記録で大会記録で優勝しておりますので、そうですね、この400秒97よりはちょっと遅れておりますが、はい、まだまだ期待が持てます。2種目目の背泳ぎに変わりました。黒鳥文恵、ソウル以後のもう国際大会ほとんどどんな印象ですか。はい、まあ、スムーズに泳いでると思います、はい、ピッチが上がってくればいいんだと思いますが、この後の平泳ぎを得意としてますからね。そうですね、平泳ぎはもう200メートルでも大変いい泳ぎをしました。はいはい、ですからここでしか得意で背泳ぎがややポイントというのも何か皮肉なもんですね。さあこれがターンです。2分18秒32、しかし記録としては18秒32はですね、大会記録ペースを上回っています。高校記録の時の18秒86を上回りましたよ。なるほど、これはいいと思います。黒鳥予想通りの強さを見せています。2年生の黒鳥文恵、あ、ラップいいですね。大変いいですよ。いいですか、高校記録の期待が膨らんできます、はい、高校気分に期待ができます。伸びてますね、非常に伸びてます。手足がですね、これをやってらっしゃったということでね、はい、わずかですが。そうですか、やはりこの平泳ぎ上回ってのターンです。最後のフリースタイル頑張ってほしいですね。果たして高校記録の更新になるかどうか、はい、このペースでいきますと高校記録の更新も可能な状況で今進んでおります。十分に可能です。改めてご紹介しますと、高校記録は4分48秒19、黒鳥文恵自身が昨年のパンパスフィックで出した記録です。まあ、入ってるんですよね。そうですか、ただフリースタイルが非常に平中さん強かったもんですからね、ここで記録は違ってますけれども、残り50を切りました、はい、日本記録は4分46秒17、木村が4記録に迫る記録で泳いでますよ。いい記録になってきた、はい、日本記録に迫る記録になりそうだ。日本記録はちょっと無理です。高校新記録です。高校新記録の誕生、立派な高校新記録ですよ。4分47秒45自己ベスト、はい、自身が持ちます高校記録を塗り替えまして、コスの相馬が今第3位、
第4位争いは激しくなりましたが、第4位は8コースが入っています。佐藤が入りました。いやそれにしても力強い、しかも高校新記録という、なかなか素晴らしい記録です。これまでの48秒19を上回ります黒鳥の記録です。高校新記録はこの大会ここまでで初めて誕生した記録です。はい、放送席、それでは女子 400m 個人メドレーで優勝しました黒鳥選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。高校新記録が出ました。嬉しいです。目標は今日はどの辺に置いてましたか？目標は47秒台出ればいいかなと思ってました。じゃあもう最初からその高校新記録を狙って、ね、後半ちょっと疲れたんですけど、バックからブレストのターンの時に5メートルの旗あんま気づかないうちに過ぎちゃったんで、ちょっと手ぶつけました。それにしてもそれで高校新記録ということでおめでとうございます。この後これ今後目標はどの辺に置いてますか？目標は日本新を狙って頑張っていきたいと思ってます。どうもおめでとうございました。ありがとうございました。優勝しました黒鳥文江選手でした。放送席どうぞ。で活躍した選手が2人入っています。したがって小笠原さん、はい、何と言いましてもこの4コースの近代付属を中心にレースが展開すると見ていいでしょうね。そうですね、はい、4人の選手を揃えるのはなかなか大変なんですが、この近代付属にしてやはりそうですね、バタフライでこれという選手が見当たらなかったんですが、大杉が、はい、泳ぎのからその分どうかなという今おっしゃるような気持ち、世界記録の更新の楽しみが膨らんできました。はい、祖父江さんの入りも良かったですよ。さあ果たして祖父江がどのぐらいで第三泳者につなぐでしょうか。鳥海、祖父江、大杉、千葉鈴とつなぐ近代付属高校です。沼田の第三泳者国光さんですね。そうですね、はい、近代付属そして沼田が入りました。第3位はかなり遅れています。第7コースの日大鶴ヶ丘が3番目に入りました。近代付属高校の3番目第3泳者は大杉、もともと背泳ぎの選手なんですが、まあ、たくさんの選手を抱えている、まあ、近代付属にしてはややここは手薄な箇所ではあるんですが、なかなか魅力的ですね。とんでもないです。立派な泳ぎですよ。立派な泳ぎですね、はい、果たしてどういう泳ぎを見せるか注目していましたが、差が縮まるどころか少し広げているような感じもあります。近代付属高校が圧倒的な優位の中で展開しています。まあ、このペースですと大会新記録の可能性は大きいですね。はい、大きく上回ると思います。近代付属高校第3泳者、向こう側におりますのが近代付属の向こうは5コース沼田高校の第3泳者国光、まあ、この国光もサンタクララ大会出場したりとか、ね、非常に実績を積んでいる選手で、ね、今日の 200m のバタフライでも2位に入ってますからね。したがって国光がどこまで追い上げるか、はい、首藤、神戸、小林といったですね、はい、パンパシフィックに行っている高校生がいませんので、はい、中心は愛知宿徳の塚島あたりになりますかね。そうですね、はい、あと、中尾美さんですか、はい、あと予選では今井さんがなかなかいい泳ぎしてましたね、はい、塚島と五甲田、はい、いいですよ。監督の狙っている1分5秒以内というふうに狙ってましたからね。なるほど、はい、横山先生に来ましたからね。なかなかいい、はい、第5コースは山梨東海大高校の高波です。女子 200m バタフライ決勝で優勝を果たしました。大下さんはまだ1年生です。5位に入っている松戸、今井さん、愛知県愛知淑徳高校注目の今井です。田村さん、佐賀県佐賀学園高校、第7の子本間さん、東京都下川女子学院高校、第8の子坂本さん、注目は第5コース愛知淑徳の今枝恵子、2分5秒56という記録を持っています。この人です。日本選手権で3位に入りました。この時は井上さん2分3秒71という3秒台の記録を出しているんですね。そうですね、なかなか素晴らしいですね、はい、サンタクララでも2位に入っています。そして4コースは松戸、宮城時和学園、去年5位です。今枝は1分01秒92、ほとんど差はありません。ターンしてから
界新記録が生まれました。愛知淑徳の今枝恵子2年生日本選手権で3位という成績を持っておりましたが、この今枝が見事に期待に応えました。3コースから6コースまで1年生のスプリンターが勢ぞろい。注目はこの人、5コース埼玉栄の山下、そしてお隣4コースには埼玉武南の小沢がいます。この両選手を中心にレースが展開するものと思われます。親が鳴ってスタート台に上がります。27秒16で1着でゴールイン。2着には4コース隣山下は大きな泳ぎしてますね。豪華な泳ぎですね。豪快な泳ぎで女子 50m 自由形決勝は5コース埼玉栄の山下真由美選手が優勝を飾りました。はい、まあパンパスティックに行っている選手たちもいますので、はい、注目といいますと5コースになりますかね。そういうことなんですが、はい、まあ、ちょっとこう記録的にはこう、5コースの埼玉春日部競泳が殿岡、1分5秒86という予選の1位記録持ってますけれども ね、あとは本当はここで大杉さんが出てくるはずなんですけど、どうしたんでしょうかね、はい、予選で落ちてしまいましたですね。1分8秒なんて考えられないようなタイムなんですけどもね、はい、何勝ったんでしょうかね。どうも不調を訴えておりますが、大須が予選で落ちました。そしてその殿岡や6コースの鳥海、そして4コースの西岡あたりを中心にレースを展開するものと思います。地元静岡下9コース茨城の岩村、絹商業の岩村が第2位、絹商業の落合逆転優勝。1分5秒38見事に地元静岡女子商業の落合真由美選手1年生、福岡九州女子の小島、これがおそらく同着と思います。決勝でもって1コースから9コースまでほとんど変わらないと珍しいですね。そうですね、はい、特に松本さんの場合はなかなか前半早かったですからね、はい、1コース春日部競泳の小川陽子、1年生ながら決勝に進んできました本間。3コースは東京立正高校の青木です。予選で59秒24の好タイムを出しました佐賀学園田村。この種目の高校トップを6コース今枝と争うのは松戸5コース。200m に続いてこの 100m も狙います。2冠をかけての今枝恵子、長身細身の日大三島1年生深尾、山下も埼玉栄1年生での決勝進出です。第9コースは上層学院3年の小林薫。この種目の高校トップを6コース今枝と争うのは松戸5コース。 200m に続いてこの 100m も狙います。2冠をかけての今枝恵子、長身細身の日大三島1年生深尾、山下も埼玉栄1年生での決勝進出です。第9コースは上層学院3年の小林、2人が 100m のこのレースをリードする展開が予想されます。今枝もしこの 100m に勝ちますと昨日の 200m に続いて2冠達成ということになります。さあ優勝タイム58秒15、自己ベスト58秒15、2位に松戸、そして3位に田村と入りました。最後は58秒15、優勝を決めました。出てますからね、はい、もう極端な場合この試合出るんじゃなくて、パンファースティック出てもおかしくないような選手なんですね、はい、それが昨日の100でもって予選落ちっていうのは
まあ、ちょっと聞きますと、サンタクラレースの合宿の前にですね、合宿中にあのなんか転んで足を打ったという話を、それがちょっと尾を引いてるんじゃないかということを言ってましたけどね。その大杉です。だからまともに行けばもうこの大杉さんがもうダントツのはずなんですけどもね、でも予選の泳ぎ見てますとまだちょっと精細がないですね。4コースが福岡九州女子高校小湯場、予選でただ1人2分20秒を切りました静岡女子商業の落合5コース。6コースは岩本須磨女子高校です。7コースは尼崎高校の西岡。札幌青春の永見が8コース。春日部競泳殿岡が9コースです。まあ、そうしますと話を続けますが、はい、この地元静岡女子小1年生の落合あるいは足を打ったという話は、そうですか。それがちょっとはずなんですけどもね。でも予選の泳ぎ見てますとまだちょっと精細がないですね。4コースが福岡九州女子高校小湯場。予選でただ1人2分20秒を切りました静岡女子商業の落合5コースが8コース。春日部競泳殿岡が9コースです。調子に加えて小岩落合あたりのこのスタート前半も注目したいですね。そうですね、そう決めました。井上さん、はい、首藤、神戸、小林といったですね、はい、反発キックに行っている高校生がいませんので、はい、中心は愛知宿徳の塚島あたりになりますかね。そうですね、はい、あと、中込さんですか、はい、あと予選ではあの今井さんがなかなかいい動きしてましたね、はい、塚島と取り返したのは愛知宿徳の塚島1分04秒93このタイムはどうですか。いいですよ、あの監督の狙っている1分5秒以内というふうに狙ってましたからね。なるほど、はい、横山先生言ってましたからね、はい、なかなか塚島です。手前5コース安田がリード。コースは山梨東海大学島、そして3位には第3コース神奈川清水ヶ丘の宮崎甲府中込恵美子選手3年生が女子 200m バタフライ決勝で優勝を果たしました、はい、ところが中込さんの場合は水の中でもって非常に効くキックをしておりました。ははその差が出てると思いますね。水面から上に足が出てしまうと当然効果は薄くなるわけですからね。空気を蹴ってしまいますから。そういうことですね。はは、はい、そのあたりのキック力、で塚島さんの場合ちょっと足が互い違いになっているような印象を受けましたね、はい、うん、その差が出てきたんじゃないかと思いますね。なるほど、はい、大石さんはまだ1年生です。去年5位に入っている松戸。今井の後、愛知県愛知宿徳高校。注目の今井はです。田村さん、佐賀県佐賀学園高校。第7高校、本間さん、東京都佐賀女子学院高校。第8高校、坂本さん、京都府。注目は第5コース愛知宿徳の今枝2分5秒56という記録を持っています。この人です。日本選手権で3位に入りました。この時は井上さん2分3秒71という3秒台の記録を出しているんですね。そうですね、はい、愛知宿徳今枝圭コース2分04秒32大会新記録が生まれました。そのペースだと思いますね、うん、自ら上がってきました愛知宿徳の今枝圭子2年生161センチ。このようにあの横山先生はですね、彼女のことを非常にそのレース運びで上手い選手だということを評価しておりますね、はい、今日もちょっと前半抑え気味にスタートしましたね、私はそんな感じがしますから6コースまで1年生のスプリンターが勢ぞろい。注目はこの人5コース埼玉栄の山下、そしてお隣4コースには埼玉武南の戸沢がいます。この両選手を中心にレースが展開するものと思われます。
笛が鳴ってスタート台に上がります。山下1着でゴールイン、27秒16、27秒16で1着でゴールイン。2着には4コース隣、山下は大きな泳ぎしてますね。豪華な泳ぎですね。豪快な泳ぎで女子 50m 自由形決勝は5コース埼玉栄の山下真由美選手が優勝を飾りました。女子の 200m 自由形で見事に5コースの埼玉春日部競泳がこの丘、1分5秒86という予選の1位記録持ってますけれども ね、あとは本当はここで大杉さんが出てくるはずなんですけど、どうしたんでしょうかね、はい、予選で落ちてしまいましたですね。1分8秒なんて考えられないようなタイムなんですけどもね、はい、何かあったんでしょうかね。どうも不調を訴えておりますが大須が予選で落ちました。そしてその地元静岡女子商業の落合逆転優勝、1分5秒38、落合が優勝。そして第2位は6コース大阪近代絹商業の岩村、7コース福岡九州女子の小島、これがおそらく同着と思います。決勝でも遅いですね。はい、もっとでは記録が出るというところですか。そうですね、まあ、予選では2分20秒78という記録ですが、彼女の場合はサンタクララエースに行きましたのでね、はい、今ちょっと泳ぎ見てますと最後のキレがちょっと欠けてる感じがするんですね。そうですか。いつもだったらあそこでもっともっと踏ん張るんですけれどもね、疲れが残ってるんじゃないでしょうかね。そうですか、はい、それでも堂々と大会新記録をマークいたしました。1東京品川女子学院の平中秀子、福井女子高校3年生の菅志敏さん、6巡目を割って2位の選手に20点の差をつけてトップを走ります。中国からの留学生、これは得意でも入るような格好になってしまいました。じっと見てますと、踏み切る瞬間に肩口が前方の方に流れてしまった、そのためにエビ型そのものが大きいです。7巡目終わって静岡市愛学園の1年生向井智子さんがトップに躍り出ています。2位は菅志敏さん、福井女子高校、1番目に帰って京都工科学工科高校。なかなかいい演技ですね。足を板にぶつけてしまいました。それ以降少し萎縮をして、4番目は沖縄興南高校の永山恵里さん3年生、高2年生の増田博子さん、前逆宙返り1回半抱え型、難易率は 2.1、 福岡県の松戸出身、得点 39.06、 得点後半向井智子選手が福井女子高校の菅志敏さんをわずか2ポイントリードしています。わずか2点リードしている向井さん、8回目最後は前逆宙返り2回半抱え型、予選ではこの競技に失敗をしています。そしてこの8番目の競技順になっています。注目の中井さんはどうもこの前宙返り1回半1回ひねりが不得意のようですね。予選でも大きな失敗、静岡新愛学園の向井智子選手が最後の演技で失敗をしました。その分だけ水に対して少し、はい、井上。そして12番目、最後は福井女子高校3年生の菅志敏さん、6巡目を終わって2位の選手に20点の差を、もう大きいですね。ここまでコンスタントに60点近い点を取っていた菅さんがここで 35.10 という大きいですね。ここまでコンスタントに60点近い点を取っていた菅さんがここで 35.10 という、ここまでコンスタントに60点近い点を取っていた35.10 という得点を出してしまいました。7巡目終わって静岡市愛学園の1年生向井智子さんがトップに躍り出ています。単位率は 2.0、 なかなかいい演技の得点です。6番目は石川金沢泉ヶ丘高校2年生の増田博子さん、前逆宙返り1回半抱え型、単位率は 2.1。そして水に入る瞬間ときれいにまとまりました。このあと来月国体を控えている松戸出身の選手です。石川県の松戸出身、得点 39.06、 この松田さん、大平さん、
います。これまでトップ争いは地元静岡親愛学園1年生の向井智子選手が福井女子高校の菅志敏さんをわずか2ポイントリードしています。わずか2点リードしている向井さん、8回目最後は前逆宙返り2回半抱え型、予選ではこの競技に失敗をしています。そしてこの8番目の競技順になって入ってしまいました。まず踏み切りです、あれだけ前方の方に倒れてしまうと、はい、次にその行うその中井さんはどうもこの前宙返り1回半1回ひねりが不得意の、ここまで優勝争いトップを走っていた静岡親愛学園の向井智子選手が最後の演技で失敗をしました。非常に強く感じますね、はい。